グム百貨店の外観グム百貨店内部、グム、または、グム百貨は、ロシアの首都モスクワの赤の広場に沿って立つ、ショッピングモール。赤の広場を挟んで、クレムリンの城壁の反対側にある、大きな建物がグムである。モスクワの観光名所にもなっている。グムという名称は、ソビエト連邦時代の名称である、国営百貨店の頭文字の略に由来する。 民営化後は、ガムの G を、国営の G から主要、主席などの意味を持つグラブネの G としている。国営百貨店を意味したため、モスクワ以外にも、グムという百貨店がある。帝政ロシア時代の1893年に完成。モスクワを代表する歴史ある百貨店というだけではなく、建物自体も、ロシアを代表する建築物でもある。 1917年に発生したロシア革命の時点では店舗数が1200あり、革命後はガム自体はソビエト政権により国有化されたが、個人商店はそのまま営業が認められた。その後、ソビエト連邦成立に前後した経済政策の変更を経て、ヨシフ・スターリンによる独裁体制の下で、 第一次後仮面計画が開始された1928年、ガム内のすべての店舗は国営に接収された。その後もガムは、モスクワの消費生活の中心として、また、ソ連では数件しかなかった、物資欠乏を起こさない商店として、ソビエト連邦の経済のショーウィンドウの役割を果たした。1985年に登場した、ミハイル・ゴルバチョフ政権による、 ペレストロイカ政策により、ガムでは、個人商店が復活し始め、西側資本主義諸国企業との合弁商店も、進出した。ソビエト連邦の崩壊により、ボリス・エリツィン大統領が率いるロシア連邦が、復活した後の1993年、エゴールガイダールラによる、急進的な経済改革路線によりガムも、民営化された。 また、赤の広場に面するかつての入り口が再び解放され、ガムはロシア革命以前の姿へと回帰した。2005年にはロシアの高級品流通グループが過半数の株を取得し、現在まで経営権を把握し、ガム内には200店舗が営業されている。ありがとうございます。